んで、もうだらしがなくて。和江、黙っとれ。はい、また怒られました。あったまえ。ほら、ブラブラブして。ありましたか。嘉永七年木の枝の虎の年、まず明けまして年頭のご祝儀、一杯土祖期限、酔った酔ったと言うた問題中、今年は十三月肥前さんの番代わり、城ヶ島見物がてらにおろしゃがブラブラ、ぶらりぶらりと言うたもんだ。来たい。先生、よかった。姉さん、節はどげんですか。一節歌うてくれんですか。ブラブラ節ば歌うてくれんねって。ブラブラ節。はい。ぶらり。ぶらりと。言ったもんだい。ぶらり。ぶらり。ぶらり。怖かも。ぶらりぶらりと言ったもんだい。一それあそれそれおはさまあちゃさんそこぬけぼんまつりぶたのブラブラブラリブラリと言ったもんだい。ちゅよう思い出した。歌は不思議たい。目に見えん霊気か精霊のごたるもんだ。大気の半ばさまよとったブラブラ節がふっと老いたち胸の中に飛び込んできた。そういえば老いたちが吐き出せばまた誰か胸の中に入り込む。尊厳して歌は人の心の中は渡り歩いて聞いてたね。ブラブラ節のおかげで40年も前の自分に戻りました。時の犯人さんももうこの世にはおらんはずとに、しっかり節ば思い出させてくれなはった。うち嬉しか嬉しかです。お役に立って。